非常に優秀な社員というのは、多いと思います。まあ、非常にあれはやっぱり語学が好きでですね、まあ、当社の方に入社しているんですけれども、性格的には非常に真面目で、誠実な人間が多いと思います。まあ、結構自由にですね、いろんな意見は言える会社だと思います。そういう意味では風通しはいい方だと思います。やはり今その就業のその多様化、まあ、逆にその会社側から言えばその雇用の多様化っていうところはありますけれども、まあ、一度その今段階の世代の方の退職っていう話もありますけれども、まあ、トータルで見るとそのいろんな雇用機会を提供できるという意味では面白い会社かなと思うんですね。はい、例えばどうしてもその、家庭の事情でですね、その会社で勤務できない方はご自宅でも勤務できますし、まあ、一度こう定年迎えられた方が今までのスキルを生かしてですね、まだ就業機会があるというところですので、まあ、そういう意味ではその雇用の多様化に対応できるという、意味で、いい会社かなと思うんですけれども、はい、当事者意識を持ってですね、できるだけ積極的にですね物事に取り組んでほしいと思っております。で、今の自分じゃなくて、その将来の自分ですね、どんなふうになりたいのか、どんなふうになっているのかですね、まあ、そういったものを想像しながらですね、そのためには何が必要かとか、新しいことを取り入れていかないといけないとかですね、そういったことをこう日々考えて、いってほしいと思います。